ライザのアトリエと。どこに行くのかね。よっ。どこに行くの。よし、行くぞ。ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい。今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、うん、何お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。そんなことあるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。お前の親なんだから。うん、泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。どこに行くの。よし。どこに行くのかね。よし、行くぞ。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも。お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけで、まだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行くの。君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あの子のフルートを聴かせるために。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。私わかるんです。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザ、準
備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。頑張ります。随分と熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。どこに行くの？よし、行くぞ。なあ、あの地震からこっちすっかり寮も元通りさ。まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな？まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接行ってくれ。リラ、行こう。ああ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ、行こうか。取引成立だ。ま、な、どれが必取引成立だね。取引取引成立。取引成立だね。取引取引と どこに行こうかな。
どこに行くんだい？よし。ねえ。そうだね。ありがとう。うんうん。そうね。うん。おう。そうだね。うんうん。行くんだい？よし、行くぞ。どこに行くの？どこに行くんだ？よし、行くぞ！行くんだい？よし、行くぞ。どこに行くのかね？よし。どこに行くのかね？よし、行くぞ。こいつが武者修行に行くとか言ってるが、
アイザ、お前がそそのかしたのか。なんだよその言い方は。ううん、うん、私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。お前の好きにするがいいさ。ああ、目いっぱい好きにさせてもらうぜ。気が向いたら、たまには顔くらい出してやるよ。さっさと行っちまえ。どこに行くの？よし、行くぞ。ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。